3日午前5時35分ごろ、茨城県日立市幸町一丁目の市道で、乗用車がカーブを曲がりきれずに反対車線側の縁石に乗り上げ、金属製ポールに衝突、衝撃で車両右側の後部座席スライドドアが外れ、後部座席に乗っていた、同志、無職、少年、19、が路上に投げ出された。少年は首を強く打ち、 頸椎損傷などで搬送先の病院で死亡した。日立署は自動車運転処罰法違反、過失障害と同行法違反、酒気帯び運転の疑いで乗用車を運転していた同志、会社員、少年、19を現行犯逮捕し、容疑を同法違反、過失致死に切り替え事故原因を調べている。同署によると、現場片側1車線の急なカーブ、 車体右側面部からポールに衝突後、数本のポールに当たりながら走り、十数メートル先で止まった。車には二人の他助手席に、同志、アルバイト店員、少年、19も同乗していたが、投げ出された少年以外の二人に怪我はなかった。